はい、こんにちは、チュチュチャです。今回から本日発売のニュースーパーマリオブラザーズ U デラックスやっていきたいと思います。このゲームは Wii U で発売されたニュースーパーマリオブラザーズ U とニュースーパールイージ U のすべてのコース、その数なんと164コースが収録されていて、かつ新しく操作できるキャラクターが2人追加されています。ということでやっていきましょう。今回はせっかくなんでクッパ姫の元となったキノピコというピーチ姫のような姿に変身できる新キャラクターでやっていきたいと思います。もう一人の新キャラはトッテンって言うんですけど、敵やトゲにぶつかっても無敵というキャラクターなんで、アクションゲームが苦手な方はトッテンで楽しめるかなと思います。キノピコも結構操作は簡単だそうです。いやー、マリオ久しぶりだな。ここはピーチ城かな。楽しそう。うん、なんか揺れが出たー、クッパー。コクッパたちも敵連れてますね。 1,2,3,4,5,6,7 人。わ、めっちゃでかい。マスターハンドより全然でかいね。うーわ、こわ。あ、ピー、あ、さらわれるかと思ったら違うんかい。あ、ピーチ以外が捕まりで投げられたてか、取っていなくない？これは、スーパーキノコじゃないよね。どんぐり？いっぱい落ちてる。おっと、ピーチ城がピンチだ。急げ急げー、ゴーゴー。いつものマリオですね。今回は、ピーチがさらわれるんじゃなくて、ピーチ城に救出に向かうって感じなんですかね。初見プレイなんで間違ってたらすいません。お、コクッパたちはバラバラに移動して、あ、めっちゃ声かわいい。この子レミーちゃんだよね。この子が一番最初に戦うことになるのかな。お、毎度おなじみのブンブンもやってきた。どんぐり平原、これが一面ってことですかね。見回す。お、砂漠のエリア。アイテム、アイテムありません。なるほどね。スターコインリスト、キャラクターを途中で変更することもできるんだ。なるほど。じゃあ、どんぐり平原の1、やっていこうと思います。始まりのどんぐり平原。お、ちょっと待って、操作が全然わかんない。ジャンプ。結構ジャンプできますね。違う、今のはわざとです、わざと。その、尺の問題でね。わざとね、やられとこうかなみたいな、そういう感じです。まあ、明日から頑張ります。よいしょ。これ、キノコ臭くない？お、ほら、やっぱり、一番最初はやっぱり、キノコだよな。これでブロックを崩せるようになると。よっと。お、クリボーもノリノリだね。後ろの花も、パッパーっつって、ノリノリですけど。よっ。音楽に合わせて、陽気な感じ。きたー、キノピーチー。おいしょ。さあ、お、ちょっと対空できるのかな。二段ジャンプもできるって公式サイトに書いてましたが、お、できるできる。マリオ USA みたいな感じしますね。お、そんなに滑りもしないかな。ちょっと滑るかな。よっと。これはかなり操作しやすい。初めての土管。でっかいコインもある。このでっかいコインって左に書いてあるように1ステージあたり3枚あるっていう認識でいいんですかね。おいしょ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 。完全にデストロイヤー。さあ、見つかわないうちに消えるぞ。シャバの空気はうまいぜ。よっ、
핫! 핫! 이만 한테 코인이 단다. 호! 오쇼! 오이! 아! 락카부즈 쥬의 효식이 오이토이드 그러사요. 헉! 난가 나이가라. 난가 코인, 어! 떴다! 한테 코인은 난가 아는 데 있어요. 헉! 슈! 운난다, 그래. 아, 난가 내리겠다. 야우미! 오쇼! 아, 뭐, 이 귀엽고, 하야. 오이쇼! 오이씨! この 下 난가 ありそうじゃないですか? ここよ! ほら、やっぱり! イエーイ! あっ! どうしよう! どうしよう、平八郎のラン! ラン。思ったんだけど、キノピーチだったらわざわざ、よっ、ツタ出さなくても、いいのでは?これやっぱり。ツタ生えない。わらわら。おいしょ!おいしょ!憎きタヌキをやっつけたぜ。あれ?これ下掘るのどうしたらいいんだろう?下に入れるわけではない。私の体重は53万トンです。どすこい。おー、いっぱい。おいしいです。ワンナップ。おいー、しょっと。この上の旗は中間地点みたいな感じなんですかね。おし。松岡シューズ。気温上がったな。ちょっと待って。はい。出た、王冠。にょっとは。よし。これ倒せるんですかね、これで。あれ。ちょっと待って。ハックンフラワー、これ倒せるか気になる。あれ、ダメだ。気になる。あー、ダメ。ハックンフラワーは倒せないと。了解道中、膝繰り毛。これは入れない。入れない。お、なにこれ。赤い。1、2、3。4、5。6、7、8、9、9回やったー。なるほどね、ボーナスみたいな感じだ。ミニゲームボーナス。自営業はボーナスないんだよな。よいしょ。この上なんかあったりするのかな。よいしょ。なんかありそうですね。ちょっと上に土管がある。冷静に考えてどうやって生えてんだろうね。なんだこれは。あー、出たタヌキ。このタヌキの名前、んー、やばちゃん、おやめなって、おやめなって。おいしーよしよしよし。うい、このタヌキさんのお名前なんておっしゃるんですかね。いや、怖い。おいしょ、オッケー。うわ、めっちゃおる。あ、ちょっと待って、おい。怖かったー。よし、ちょっと下見えないからめっちゃ怖いな。オッケー、これはなんだ。あ、めっちゃ動く。あ、怖っ、あ、出ちゃった。おい。よし、やった。あ、なんかいた。そんな、あ、でも3キャップだ。やったー。でも戻ってきたね、完全に戻ってきた。さあ、よっと。よいしょ。これは、もしや、旗があるのかな?あった。あ、届かない。しかし、一面クリア。やったぜ。ん?誰だろう?キノピオ。いつも応援しています。どうぞ旅のお役に立ててください。キノコ。これはスーパーマリオブラザーズ3みたいな感じで、コース選択前に使えるアイテム、なんですかね?合ってる?次のステージいける。アイテムが追加されました。困った時はどんどんアイテムを使おう。やっぱりそういう認識で間違いなさそう。じゃあ次行きまーす。どんぐり平原にいろいろ斜めな洞窟。あ、ほんとだ。いろいろ斜めだ。おいしょ。何もなし。ほい。あ、ファイヤー。おー。出た。これ、ファイヤーのまま、
キノピーチなったらどうなるんだろうな。ほっ、よっとよっと、これ斜めで飛べる。オッケーオッケー、なるほどね。これで我が輩は無敵である。あー、フラグ立てちゃった。お、洞窟、よいしょ、ほいほい、また熱いあいつが、熱盛り、よっと、ほい。これファイヤーで倒したら、おいしょ、コインになるね。おいしい、おいしい、フォ、オッケーオッケーオッケー、これおいしいな。よっと、コイン稼ぎに持ってこい。よいしょ、ほい、チャリーン。このゲームめちゃめちゃワンナップしますよね。ほっ、はい、あれ当たんない。おい、丸焦げに、お、これはひどい。よいしょ、ここ入れない。シュー、あ、なにこれ、なにこれ、怖い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 、動くね。よいしょ、あ、中来た中来た、うわ、上から来るぞ、気をつけろ。そういえばファイヤー状態でキノピーチになったらどうなるんだろう。よっ、あ、噂をすれば、あー、ファイヤー打てないね。キノピーチになってからファイヤーを取れば、キノピーチのままファイヤーを打てるのか、それともキノピーチとファイヤーは重複しないのか、どっちだろう、気になる気。よっ、キノピーチは控えめに言って楽、落ちる気がしないもん。お、ここ絶対なんかある、絶対なんかある。とりあえずこのクリボーさんたちは向こう行く、 OK。 じゃあちょっとお邪魔します。なん、どうだこれ、何、何、もしかして、怖っ、おいよ、どうだ、あー、なさそう。ないか、残念。じゃあ松岡シューゾー、おっしゃー、熱くなってきた。よいしょ、お、これは乗っかったら時間で下に落ちるやつですよね。あれ、違う。単なる石であった、残念。あー、しまった、よいしょ、やっちまったな。よいしょ、ほい、ほい、デストロイ、中間、よいしょ、よいしょ、オッケーオッケー。うわ、やっぱキノピーチで取りたかったな。キノピーチの後にファイヤー取ったらどうなるかをちょっと調べたかったな。出てこない。恥ずかしがり屋さんから、ほい、全部コインかしら、ほい、あれ当たんないよ、ほい、オッケー、よいしょ、あ、これこれ絶対なんかある。ちょっと待ってね、まずまずこれ倒すでしょ、お、キノピーチ、よし、あっちよりやっぱりこっちだ。さあ、せい、こっちはコインでしょ、じゃあこっちはほっ、ん、ん、めっちゃ下に伸びてる。あー、なるほど、完全に理解した。この左の赤い土管の下からブラジルに行けるってことですよ。さあ行きましょう、ブラジルへ。ブラチュー、これをこうしてこうしてこうじゃ、はい。これが正解でした。ポショ、オッケー、いざ参ろう天竺へ。ここの音楽いいよね。ほっ、はっ、なんもない。だってこういうね、ところの端っこですなんかある率が高い気もするんですよね。なんもないな。これ土管降りていいんですか。お、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 なんやこれ。カービィかな。ただいまー。これさっきのところが左ですよね。よっと、
やん。お、来た。赤いやつ。1、2、3、4、6。あれ、もう一個どこ？もう一個どこ？あった、あった、あった、あった。おいしょー、シャイ。やっとワンアップ。なるほどね、完全に大きい時だとワンアップするんだ。あの下の土管なんだろう、どっかから入れるのかな。いけないね。わからん。よいしょ。お前の話はわからん。よいしょ。入れない。ここもういけないよね。まあいったさあ、やっぱりここが気になるよな。お、おっとほらね、ほらね、ほら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 ね。やはりな、知ってた知ってた、知らんかったけどやった。さあ、どうやったら一番上に乗れるかな。なかなか助走つけるの難しいですね、これ。いや、これ普通にこれでいいのでは。やったぜ、成し遂げたぜ。よっしゃ、次が砦かな。お、ビーチ城が乗っ取られた。助けないと、使命感。この右のキノコの家気になりますよね。キノピオの家かな。お邪魔しまーす。ブロックの中に入れたアイテムを差し上げます。シャッフルするのでクッパを引かないようによーく見ててくださいね。あー、私こういうの苦手なんやけど。あ、ちょっと待って、ん？あれとこれでしょ？お、お、あれがクッパ、これがクッパ、真ん中が星かな。さあ、お好きなブロックを2つ叩いてください。クッパが入ったブロックを叩くと終了です。気をつけてくださいね。クッパがね、一番左だと思う。おっしゃ、やったぜ、アイテムゲット、おめでとうございます。ちょうだいちょうだい、そういうのもっとちょうだい。アイテムが追加されました。だいたいこういうアイテムって最後まで使えないんだよね。ラストエリクサー症候群みたいな。あ、でもどっかで使うかもしれません。ということで行きましょうか。バタバタちゃんのいる砦に。これバタバタだよね、合ってるよね。うん、キャラクター名多分バタバタで合ってると思います。どんぐり平原砦、ぐるぐる歯車の砦。おお、歯車、歯車、何やこれ。おお、危なっカロン危な。おいし、ちょっと、お、なんだこれ、アイス、あ、凍った。バイタス R、 あ、持ち上げられた。なるほどね、はあ、はあははあ、こんなものもあるんだ。ファイヤーだけじゃないんだ、他にも。ということはいろいろありそうですね。よっと、あし、歯車、歯車、よいしょ。あ、コインがある。どうやって取るんだろう。一回左に戻れない。戻れない。あ、一度起こした過ちは取り戻せないと思ったろ。いけますね。普通にぐるっと一周。うん、おい、よいしょ。そしてこのまま下に、あ、結構脆い。人の命って儚いやな。せーの、ほいほい、オッケー、そい、よいしょよいしょ。よっと、やっぱキノピーチに慣れちゃうと結構ジャンプ力足りない気持ちになっちゃいますね。全然そんなことないんだろうけど、うほほ、マリオとかルイージでやると結構大変なのでは。そう、よっと、なんだ、当たんないんだが。今や、今や、さあ行くぞ、おいしょ。
これファイヤーフラワーじゃなくて何て言うんですか、アイスフラワーでいいのかな。よいしょ。さあ今度は大切に持っていこうと思ったのに。ヤバタニエ、よいしょ。ほい、よいしょ。おじさんの大切なアイスカロン悲しいな。ほい、ほいしょ、ほい。今度こそ、よいしょ。持ち上げるのちょっと苦手ですねこれ。よいしょ。あすいません、一人、おお、びっくりした、おお、びっくりした。一人でちょっと壺に入っちゃった。なかなかカロンは儚い生き物だということが分かって、自分少し感慨深いでござる。おお、来た。1、2、3、4、5、6。あーあー、残念仕方ないね。ほっ、シュッ、ピローン。これピンクになるの可愛い、控えめに言って可愛い。おいしょ。あれ、絶対ブロックがあるわけじゃないんだ。あら、おっと、いし、よいしょ。はい、はい。これカロン怖いな。ほい、シュッと。はっ、この氷漬けになったやつってほっといたら、よいしょ、雪解けを。あーん、あおーん、あのね違うの、違うの、あのね、こうしてこうしてこうじゃ。オッケー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 、ワンキャップ、しょ、怖い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 、よし。おお、来た来た、よいしょ。そのうちアイスになったやつが、まだ上いけんな、よいしょ、溶けたりするんですか。うん、よいしょ、これ練習しようっと。アクションがね、そんなに得意じゃないからほっ、おいや、ほい、これから、これから上手くなる。オーケー、気持ちいい、いいぞこれ。あー、マジか、さっきのキュッていうやつで、おいしょ、おいしょ、全部倒してたらワンキャップしてたかもしれないねっと。やったぜ、これボスじゃない。お、あった、やっぱりなお決まりですよね、マリオシリーズ。そんなにやってるわけじゃないけど。でーでー、ブンブン、おなしゃーすよ。あれ、これ聞いて、聞いてんのかな、聞いてないのかな、こう聞いてないのでは、これ怖い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 、あ、あ、あらー、まずいですよ。ちょ、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 普通に踏んじゃう。おいしょ、ちょ、タイミングがむず、おい、あ、あー、まずいですよ。ちょ、ちょ、ちょ、落ち着いて落ち着いて落ち着いて、お、あ、あ、お、あ、うーん、余裕成し遂げたぜ。おしゃい、砦が壊れるわけじゃなくて白旗になるんだ。セーブしますか。もちろんです。ということで今回の冒険は以上で終了です。次は一面の4からかな、スタートしていこうかなと思います。励みになりますので、チャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またね。